今度の日曜日14日は母の日です。母の日商戦真っ只中の山形市の青果店や雑貨店を取材しました。山形市の青果店カジュアルです。この店ではテントを特設し、カーネーションを中心に母の日用の花をずらーっと並べています。カジュアルでは毎年母の日の1週間ほど前からカーネーションの入荷数を普段の10倍に増やしています。しかし今年は例年よりも花の価格が上がっているということです。2割弱ぐらいですかね、上がっているのは。お花も上がってますけども、もう資材等も上がってて、栽培する際の燃料費や輸送費などが上がっていることから、花の価格にも影響が出ているそうです。一方、最近の傾向として定番のカーネーション以外にもアジサイも人気なんだとか。お庭に植えて、また来年咲かせられるっていうのが、人気の一つのなんでしょうけども、いろんなカラフルな種類がいろいろ豊富にあるので、やっぱり毎年こう送りますよね、白。そうすると去年は何を送った、今年は何を送ろうかっていう楽しみがあるみたいで。今日も母の日用の花を買う人が訪れていました。どれにしようかなと思ったんですけど、母がやっぱり花がすごい好きで、誕生日とかもすごい花をいっぱい送ってたので、今年もこの花を送ろうかなと思って、いい値段もしたんですけど、でもやっぱ買いたいなと思って買えてよかったです。5月の第2週の日曜日、そういった形が非常に定着してて、当日買う方が多いですね。事前に早めに皆さん来ていただいて、ゆっくり品定めしてご購入していただければと思います。一方、花以外の品を送るという人もいるのではないでしょうか。ありました、母の日コーナー。おしゃれにラッピングされた雑貨がたくさん並んでいます。この店では毎年4月に入った頃から母の日コーナーを特設しています。最近のトレンドやおすすめのアイテムは、今年は忙しいお母さんのために時短になる調理家電が人気となっております。見た目も可愛く進化していますので、贈り物にもおすすめになります。新型コロナの制限が緩和される中、注目を集めている商品も。マスクを外す機会が多くなった今、美容家電が人気です。ライト付きミラーに送風の機能が追加された画期的な商品になります。汗ばむ季節でも汗を気にせずメイクができるので、すごくおすすめの商品です。母の日ギフト限定でカーネーションの飾りを添えたラッピングにすることもできます。毎年母の日近くになりますとすごく混み合いますので、あと数日にはなりますが、お早めにご来店お待ちしております。母の日まであと3日、皆さんは何をプレゼントしますか？